脂が乗ってるのはですね、この腹の部分なんですね。はい、それではですね、これから本格的にさばいていきます。マグロ、背中腹、背中腹、4つのお尻さばき。初めにさばきますので、背中の部分、ヒレの付け根から包丁を入れまして、中骨まで包丁を滑らしていきます。よいしょ、よいしょ。その時に使う包丁がこれですね、マグロ包丁です。マグロは大きいものになりましたら500キロ、600キロと成長しますので、ね、このような包丁を使っていきます。包丁ですね、身と骨の間ギリギリに、よいしょ。はい、これをですね、縦に割っていきます。はい、マグロという魚はですね、すごく身が柔らかいデリケートな魚になりますので、このように捌かないと身が潰れてしまいます。この捌き方をごまやろしと言いますね。身の部分が4つに割れまして、真ん中に骨が残ります。5つの部位に分かれるということで、ごまやろし。それではいきます、せーの、よいしょ。はい、見てください、これね、4分の1、背中の部分になります。身が締まっているのはこの背中の部分なんですけども、今日ブロックで切るのは腹の部分から切っていきます。はい、続きまして、これから腹、これがですね、腹身の部分、一番脂が乗った部分をですね、今日はブロックに切って即売していきます。今日はなんとさばきたて生のブロックがワンブロック1500円で即売してますので、ぜひですね、この機械にさばきたての生のマグロ、ぜひ買って帰ってくださいね。はい、それではですね、これを骨外していきます。よいしょ。はい、それではいきましょう、せーので、よ。はい、見てください、これ4分の1、これ腹身の部分になります。はい、それではですね、今からこの腹の部分をブロックに切りまして、こちらで即売していきます。今日こちらですぐに食べられたいお客様は無料でこちらでお刺身に作ります。お醤油とかね、わさびは全てサービスでこちらで付けさせていただきます。またですね、これお持ち帰りされたい方、8時間持ちますんでね、またですね、家持って帰ってもらって、冷蔵庫で3日間は持ちますんで、ぜひですね、この機会にさばきたての生のマグロね、ぜひこちらで買って帰ってくださいね。はい、それではですね、今腹の皮を取りまして、これから血合い取っていきます。よいしょ。よいしょ。はい、そうしましてですね、これからブロックいきます。1500円でね、今日即売します。だいたい2人前ぐらいの刺身が取れるブロックになりますね。よいしょ。はい、それではですね、これからブロックいきます。今日はこちらのブロックが1ブロック1500円、1ブロック1500円で即売していきます。ブロックはですね、あちらのブロックの販売コーナーで即売していきます。またプラス200円、これはご飯代200円ね、これ出してもらったらですね、このマグロを使って丼を作ることができます。だいたい1個のブロックから2人前の丼できますんで、大変お得に食べれますんで、ぜひですね、この機会にこちらのね、さばきたて生のマグロをぜひ買って帰ってくださいね。はい、このようにちょっと尻尾のところお買い得ですね、大きく切ってますよ。はい、真ん中のところは脂が乗ってます。よいしょ。はい、見てください、これね、ブロックです。いいよ。はい、これでね、ちょうど今腹が切れました。はい、続きまして、これからこの骨についている身の部分を取っていきます。中落ちね、今日はですね、こちらの中落ちを試食でいたしますね。骨と骨の間の身をですね、このようにスプーンで取っていきます。試食できます。はい、今日はですね、こちらをね、試食できまして、試食をですね、あちらのブロックの販売コーナーのところで試食出しますので、ぜひですね、この機会にさばきたての試食、ぜひね、こちらで食べて帰ってくださいね。いいよ。よいしょ。いいよ。はい、これ中落ちです。あとでね、あちらで試食できます。はい、それではこれから骨外していきます。骨を上にしまして、骨で外します。なるべく骨に身をつけないでさばいていくのが職人技です。包丁の刃先をですね、この骨に当てながら切っていきます。いよいよ、いよいよ、いよいよ。それでは切れました。いよいよ、いよいよ、いよいよ。はい、それではこれ外れます。
い、これで昨日までこのように泳いでました。これだけになりました。以上でマグロの解体ショーの方は終了です。ありがとうございました。はい、立ち上がりはかしてます。ありがとうございます。販売こちらです。ありがとうございます。